ウィッチャー、どうか一緒に来て。まだ全てが終わったわけじゃないような気がするの。元の所有者が死亡して以来、苦境に陥っているのです。使用人が見回り中に命を落としたり、怪物がうろついたりしていると聞いています。ここを自宅と呼ぶには、まずこれらの問題に対応せねばならないでしょう。それが大臣のご要望です。ベルガードワイン園の問題をすべて解決する。またこれも5箇所だね。そしたらまたここから向かっていきましょう。もうすぐそこっぽいね。行ってみよう行ってみよう。ここだ。いるか。おお、なんだ、なんか虫いっぱいいる。これはなんだい。昆虫誌のオイルをつけました。よし、戦うよ。やめなさい。あ、誰かいるみたい。危ない、体力やばいやばい。これで全部倒したかな。人いた今。なんか人の声聞こえたね。あらあらあら、間に合わなかった。エンドレがお始末するにはこれを爆破する必要がある。お、また巣があるのかな。あ、これか。爆破しましょう。うん、これで一箇所解決。どうも、ゾロン。あ、この人いたんだ。うどうも、ゾロン。私たちの声だったんだ。ありがとう。オッケー、そしたら次の場所、ここまで向かってみましょう。あ、ここっぽい。いたー、こいつらか。やばい、これはやばいやつ。ここら辺から動かない感じだね。うん、危ない。これ、こいつこいつ、よしよしよし。うわうわうわ、ここ、急げ急げ。しまった。オッケー、倒した。取りましょう取りましょう。またなんか壊すのかな。あ、そしてこれかな、これだな。グレゴリーパイクサイドへの手紙。ウラジミール・クラスピ伯爵の手紙だ。オッケーオッケー。うん、これで2箇所解決。そしたら次のとこ行こう。どんどんやっていこう。ここだね。ここまで向かいます。あ、ここだ。またムカデか。オッケー、倒したー。ムカデも昆虫種でいいのかな。巨大ムカデの産卵地だ。あ、爆発しよう。おお、レベル上がった。オッケーオッケー。この人はなんか手紙持ってるね。あ、親愛なるガブリエル。うん、亡くなっちゃったんだね。オッケー、そしたら次の場所行きましょう。あと2箇所だね。次ここだ。ここまで向かいます。あ、ここ。なんか新しい。違うのいる。オッケー。あれは何？この名前何？スリーザード。オッケー。強いかも。硬いかも。お、皮膚吐くんだ。意外と飛ばないんだね。逃げるな。全然飛ばないな。この子飛べないのかな。あ、飛んだ飛んだ。バッカー、バックしちゃった。やるな、ほんとやるな。待って、あとちょっと。オッケー、倒した。スリザードって初めて見たかな。
ッケー。よし、じゃあちょっと取るもの取っていこう。うん、いいね。あ、またここで亡くなった人の手紙持ってんのかな。みんな親愛になるとか再愛になるとか手紙書いてたんだね。いつでも。そしたら最後の場所、長生きこっち、あ、ここだ、遠い、行きましょう。お、この辺だな。盗賊がいます。よしよし。あ、これはこの人をまずやっちゃいましょう。この人、助けて。待って待って、この人この人この人、そしてここで強いな。よいしょ。あ、どこにいた。ちょっと待って。よしよし、あとこいつだけだ。そう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 。もう大変だった、この人ずっと水の中入っちゃって。オッケー、最後のとこ完了したよ。お待たせ。ありがとう。もしあなたがいなければ危なかった。あの盗賊どもは本気だった。ねえ、みんなで寄ってたかって。お礼に新しい鋼を打たせてほしい。だがまずはベルガードの工房に戻ろう。オッケー、一緒に行こう。今すぐ行くとしようか。助けてくれて本当にありがとう。いえいえ。何か見ていくかい。どんな経緯で盗賊どもに捕まったの。カロベルタの森で何をしていた。どんな成り行きで盗賊どもに捕まった。伯爵が亡くなってからずっと原料を買うための資金がなくて、つまり樽のタガも道具もないってわけだ。そっか。だから数人集めて森に物資を漁りに行ってね。そっか。あのエルフの遺跡で山ほどガラクタが手に入るはずだった。みんなはあそこが取り憑かれてるというが、エルフの幽霊など別に怖くない。現実主義者だな。信じようと信じまいと、重要なのはそんな幽霊を一度も見なかったことだ。出くわしたのは悪党の一団さ。だが金がなくても運は強いらしい。あなたが来て助けてくれたんだから。ポジティブでいいね。この人鎧職人なんだね。あ、ちょっと修理してもらおう。オッケー、またな。ありがとう。またね。オッケー、そしたらリアムとマチルダに会いに行く。ここにいるっぽいぞ。こっちだ。あ、いたいた。話そう。ベルガードの問題を片付けた。片付けたぞ。これで武道園は大丈夫なはずだ。素晴らしい。これで私の権限により公式にあなた方に対してベルガード武道園の所有権を授与します。土地と資源を有効にご活用くださると信じています。うん、そうだね。素晴らしい。ああ、すでに太陽の下で成熟するブドウの香りがする。あなたが手を貸してくれたことを忘れないわ。ほら、報酬よ。だがそれだけじゃない。近いうちにまた会いに来てくれ。見せたいものがあるんだ。そうしよう、さらばだ。ありがとう。そしたら、お、3日待ってからリアムとマチルダに会いに行く。了解。じゃあちょっとここで3日待ちましょう。お、いないいない。リアムとマチルダに会いに行く。今度こっちにいるみたい。おっと、ごめんね。あ、いたいた。あ、ようこそ。よく来てくれた。君をびっくりさせるようなものを用意してあるんだ。順調そうだね。うん、仲良くやっているみたいだな。そうだね。ある時、これ以上喧嘩しても仕方ないって気づいてね。今はあらゆることが快感なの。ん、刺激的でもある。 おまけにロマンチック。なるほど、それ以上言わなくていい。順調で何より。そうだね、順調で何よりだね。いい関係になったんだね。びっくりさせることとは。びっくりさせる。また怪物でも出たのか。
いいえ、何、はるかに喜ばしいことよ。何何、ワインを作ったんだ。おう、最高のソムリエたちによればエストエストの上を行く出来かも。全部あなたのおかげよ。だからもしよかったら、君にちなんだ名をつけたい。どんな名前がいい？もうこれはリビアのゲラルトでしょう。リビアのゲラルトにしてくれ。ゲラルトとリビア。おお、かっこいい。ゲラルトとリビア。差し支えなければご自宅に時々ボトルを数本送りたいの。光栄だ。嬉しい。こちらこそ。元気でね、ウィッチャー。おお、あったー。ワイン戦争、すべてクエスト完了しました。なかなか同じことの繰り返しでしたが、ストーリーも面白かったですね。クラウンも結構もらえたし、いいクエストでしたね。そしたら今日はここで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ご主人様、ワインを受け取りました。ベルガードブドウ園からのものです。マチルダ様とリアム様からことづてがあります。荷を下ろして入り口の右側にある貯蔵庫に保管しておきました。ありがとう。時間があるときに見ておこう。かしこまりました。次は5日後に届くと伺っています。すごいいいペースで届くね。そろそろ仕事に戻らないと。また後でな。ありがとう。おお、どこだって。ここかな。あ、これだな。あったあった、リビアのゲラルト超いっぱいもらってる。あー、いいね。ここに届くみたい。嬉しいクエストでしたね。それではまた次の動画でお会いしましょう。